儲かってるか。怪物でもいたか。え、ウセロビッチ、余計なお世話だ。怪物なら目の前にいるだろう。どこだ。まったく、ラードの塊より鈍い間抜けだな。俺たちのことだよ。俺たちは真っ当な人間だ。薄気味悪い怪物はそっちだろ。やっちまえ。その調子だ、ローチ。何かが動いた。音に注意した方が良さそうだ。向こうの方からだな。何か変だ。針金の罠か。調べてみよう。見事だゲラルト、俺の罠に一回もかからないとは。レソ、ああ、こっちもお前に会うとは思わなかった。お前も奴らの仲間か。奴らとは。皇帝の雇った傭兵だ。自称賞金稼ぎどもさ、俺にとっては単なるクソ野郎の集まりだ。とにかく俺は敵じゃない。実のところ偶然来ただけだ。偶然にしても変なところに迷い込んだな。最近までここはグールの巣だったんだぞ。今度は誰を怒らせたんだ。皇帝は都合の悪いことを知っている。俺の暗殺を決めたようだ。ロックムーンを出てからずっと俺の命を狙う奴が何人も現れた。それであの罠の説明がついたな。用心に越したことはない。そのようだな。迷い込んだ旅人ではなさそうだ。ああ、ルイスが俺を撃ったらしい。ルイス？かつての仲間だ。ずいぶん前に一緒に仕事をしていた。この場所もルイスに勧められたんだ。まんまと罠に誘い込まれるなんて注意力が落ちたんじゃないか。いや、ここにある罠は全部俺が仕掛けたものだ。
奴らを片付けないと手伝うか。お前に続こう。作戦はあるのか。ああ、みんな頑張れだ。バカどもめ、暗殺者にしては粗末な装備だ。こいつらはただの偵察だ。ルイスの話が本当か確かめに来たんだろう。増援が来るはずだ。そいつはお前の居場所を知っていたんだよな。俺がここにいることを知っていたのはルイスだけだ。やつと話をつけないとな。面白そうだな。同席させてもらおう。よし、二人のウィッチャーを前にすれば口を割るのも早くなるだろう。俺から離れるな。知らないと見つけにくい場所なんだ。ゲラルト、離れるなよ。そのルイスとやらは親友だったわけではなさそうだな。この仕事のことは知ってるか。夜に一緒に飲んでた相手が翌朝何か盗んで姿を消しても不思議じゃない世界だ。どうやって知り合った？ウォルテストがまだこの世に別れを告げる前のことだ。ルイスはエイダーンのお尋ね者だった。奴の首には高額の賞金がかけられていた。他に仕事もなかったし、奴を捕らえて人儲けすることにしたんだ。奴の居場所を突き止めるのはドラウナーを殺すより簡単だった。ハッケの中心にあるゴールデンハングマンで飲んで騒いで取り押さえて縛り上げたが、衛兵のいる詰め所は夜明けまで開かない。それまでは数時間暇つぶし奴と話し始めたのだ。話が弾んで夜明けが来た頃には奴を逃がしてやった。それで奴を信用したのか。奴に着せた恩を利用できると。バカだった。愚かさの代償は高いな。だが裏切りの代償はもっと高いぞ。武器を取れ。誰か来たぞ。どんな奴だ。額に傷のある大男の死だ。レッソー、よく来たな。お前もまだ元気にやってたんだな。そうか。もちろん俺たちは友達だろ。そっちの連れは誰だ？ゲラルト、ウィッチャーだ。お前もか。この辺は怪物退治の仕事で溢れてるってのかい。座れよ。何か飲むだろ。裏切り者やネズミとは飲まん。おやおや、口の利き方には気をつけろ。俺の島だぞ。アーナウト・ベスターの部下が例の館に来た。俺がそこにいると知っていたのはお前だけだ。そいつらはずっとお前を探してたんだろ。ついに偶然見つけたってことじゃないか。お前のおかげで偶然な。たった5分で俺を2回も怒らせるとはな。何度怒らせても足りない。ウィッチャーだ。油断するな。ウィッチャーは人間に手を出さないんだ。お前ら悪いがいい。
動かず寝てないと出血で死ぬぞ。ベスターの部下の居場所を言え。言えば血止めをやろう。ここから北だ。リンデン・ベイルにいる。昔の友人を売る時の相場はいくらぐらいなんだ？最近はいろいろうまくいってなくて、クロウの軍団とつながるようになった。ある日、ベスターが来て、お前にかかった賞金の半額と皇帝からの恩赦を提示してきたんだ。分かってくれ。そんな条件断れないだろう。だろうな。おい、薬をくれ。俺を裏切るとどういうことになるか覚えておけ、ルイス。ベスターに会いに行くぞ。一緒に行くよ。クソどもめ。調子だ、ローチ。アーナウト・ベスター、ニルフガード人の名前だな。確かメティナの出身だ。だが遥か南方から竜の山に至るあらゆる場所でお尋ね者だ。それにしては聞かない名だな。奴には別名がたくさんある。ブレンデン・ビルフ。アッポ・サクソン、マンフレッド・ウィンプル・ボトムズ。マンフレッド・ウィンプル・ボトムズ？同契約者の芸名みたいだ。やつのやってることは全く笑えないぞ。お気に入り。周りに注意しろよ。本当に奴らがいると思うか？さあな。だが言ったろ、最近用心深くなってるんだ。フロリエルはまだ良くならないんだ。機体が暖炉みたいに熱くて幻覚が見えた。昨日子供に来ない。ああ、値段にすれば村一個分よりも高いかも。そうでしょ、母親なの。そうでもしないと食べていけない。そいつの鎧は。要は納屋の中には何が。星草。誰かいるのか。急いで親のところへ行け。大事なものを持ってお前を連れて逃げるように言うんだ。いいな。よし、これをお母さんに渡せ。さあ行け。どういうことだ。迷惑料だ。ここにいろ。手を出すなよ。何があってもだ。耳を塞いでろ。一体何事だ。雷でも落ちたのか。うるさい、みんな黙れ。ガレットのレソ、生きていたのか。会えて嬉しいぞ。面白い。その嘘をつかれたのは今日2回目だ。嘘ではない。生きてる方が賞金額は高いからな。本当か。いくらだ。コビリに土地を買うのに十分な額だ。悪くない。自分の首にかけられた金額が知れてラッキーだよ。普通は懸賞金なんてかけられない方が嬉しいだろうかな。
何しに来た？俺の余生を楽にしに来てくれたのか？ただの通りすがりだ。今こそあのアーナウト・ベスター本人にお目にかかる時だと思ってな。それは光栄だ。信仰を深める時間がなくて残念だ。用事でもあるのか？いや、これからお前を殺すから。よく知り合いもしないうちに殺そうとするとは、悪い奴にはお仕置きが必要だな。だが殺しはしない。手を切り落とすだけだ。お前らの手を切り落とす。一人ずつな。これから死ぬまで手首を見るたびに自分の犯した過ちを悔やみ続けるがいい。何してんだこのマルケ。こいつとはまだまともに話もしていなかったのに。挑発されたんだ。お前には何の恨みもないが、下手な真似をするようならどうするんだ。やつと同じ目に合わせてやる。どうする？どうするか？簡単だ。お前らを殺す。間違いを犯したな。ザングエバリの毒、そういうことか。まだいたのか。俺がいなかったら首を切られるところだったぞ。じゃあ連れてきて正解だったな。こんなことなら先に言え。ははそれじゃ面白くない。満足か？大声を出すなゲラルト。死んだ俺が蘇っただけのことだ。まだザングエバリの毒で死ぬかもしれないぞ。解毒剤は？ああ、カバンの中だ。すぐに飲んで、数日経てば生き返ったように元気になる。これは何だ？何のための茶番だ？ロックムインを出た後、逃亡生活をしていたと言っただろう。多数の追手に狙われてな、奇襲を受けて死にかけた。だからもう終わらせようと思ったんだ。全てを完全にな。ベスターの手下を探し、弓使いを買収した。あとはお前が見た通りだ。ルイスは奴も計画の一部だったのか？いや、不測の事態だが大したことじゃない。奴の裏切りを見て不安も感じたが、かけるしかなかった。目撃者全員をお前が殺さなければ自由の身になれたんだ。ガレットのレソが死んだという噂は数日で大陸中に届いただろう。
先に話してくれていれば殺さなかったさ。手を出すなと言ったはずだがな。まあ計画もご破産だし、俺も姿を消すことにするよ。ケイアモルヘンでほとぼりを冷ましたらどうだ。狼流派のお仲間と一緒にか。いや、ありがたいが、ろくなことにはならんだろう。俺に言われてきたと言えばいい。住まわせてくれるだろう。ケイアモルヘンか。そうだな。片付けなきゃならない用があるが、それが済んだら行ってみるか。他に手伝えることは？いや、ありがとう。大丈夫だ。では、ケイアモルヘンで会おう。またな、白狼。